山川恵梨香と申します。17歳です。お願いします。この仕事を始めたのは1年くらい前ですね。ちょうど今日この頃で1年ぐらい経ちましたよ。はい。あのですね、中学校3年生の時に久本雅美さんをテレビで見てすごい衝撃を受けまして、こう久本さんはこう人種を問わないじゃないですか。人種を問わないで誰でも面白くできたりとかできるので、映画も久本さんのような方になりたいなと思ってお仕事をやりたいと思いました。はい。
食べ物はこれ知ってる方もすごいご存知だと思うんですけど、エリカはくるくる寿司のネギトロが好きです。なんかさ、こう回ってると隣のおじちゃんと競えるです、お寿司の食べる数を。だからですね、くるくる寿司限定に限ってネギトロが好きです。多く食べるとですね、なんかエリカいい気分になってですね、くるくる寿司プリンとか回ってるじゃないですか。おじちゃんに勝ったらご褒美でプリンを食べれるです。ですか、好きなファッションはですね、やっぱ楽しげな服が好きです。こう自分に合ってる服が好きなので、エリカはですね、よく中学校何年生とかに見られるですよ。だからですね、そういう時はですね、思い切って中学生になるのがすごい楽しいと思うので、中学校の着てた服とか、これも中学校3年生に買った服なんですけど、そういうのを着るとですね、心が若返って、ますます若返っていい健康法だと思いますよ。はい、好きな色はですね、エリカはピンクが好きなんですよ。それはなぜかと申しますと、エリカパーコさんに似てるってよく言われるですよ。なんかハハって笑うのがパーコさんに似てるらしくて、でですね、エリカもピンクが好きなんですよ。だからこう意気投合してるわけで、だからですね、すごいピンクを好きなことに誇りを持ってますよ。はい、芸能人でいうと江頭さんがすごくエリカは大好きで、こう体ですごい一生懸命こうなんかこう表現されてたりとか、あと少年の心を持ってたりするじゃないですか。そういう方はですね、エリカはすごい惹かれますね。だから江頭さんがエリカは好きです。漫画ですね、微妙に好きですね。6対6だったら同じくらいですよね。6対5ぐらいで漫画の方が好きです。何と比べてですかね。アニメ好きです。アニメと漫画は違うですか。じゃあアニメの方が好きかもしれないですね。どっちかと言われると、アンパンマンで初めて泣いたです。それまであんまりテレビ見て泣いたこととかなかったんですけど、バイキンマンさんがおむすびマンさんをやっつけようとしたんですよ。それはちょっと涙が出る話だと思わないですか。おむすびマンさんはバタコさんが好きで、バタコさんにお土産をこう持ってたんですよ。そしたら意地悪なバイキンマンさんが走ってきて、それをこう取って投げたりしてたんですよ。それはどうかなと思いまして、涙が止まらなかったんですよ。ただそれだけです。はい、はい、口癖です。はい、そうなんですよ。
両親はですね、エリカのお父さんとお母さんは、もうエリカがやりたいなら頑張んなさいってボンって応援してくれてたです、最初から。はい、だからですね、ここまでこうすくすくやらせていただいて、素敵なお父さんとお母さんに恵まれました。はい、あのですね、エリカのお父さんとお母さん、いつもエリカが出たテレビとか本とか何でも見てて、テレビとかだとエリカが出たのいつも巻き戻ししてコマ送りしてちょこ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 見てくれるので、すごい喜んでくれてますよ。エリカ楽しそうだね、楽しそうだねって言ってますよ、みんな。はい、あのですね、エリカ、スターになりなさいって、はい、はい、スターになりなさいって。エリカもですね、卒業アルバムに中学校の時とかも、エリカはスーパースターになりますって書いたんですよ。だからですね、西川さんみたいに愛してるの方のようにスターになりたいです。はい、エリカバラエティが好きです。お話しすることが好きなので、もうそういう番組とかでも遊べるところは遊ばせていただいて、ちゃんとやれるところはちゃんとやるですけど、こう程よい芸風で、はい、素敵なことだと思いますよ。はい、演じる子も好きですけど、エリカ最初は演じる子はどうなのかなと思ったんですけど、やったらやったで、あら楽しげだなと思いました。はい、演じる子はドラマとか役者さんのことですね。はい、歌手の人はですね、歌う子ですよ。はい、あのですね、エリカはですね、日本人なので、こういう言葉ですよ。エリカもですか？エリカはいっぱいありますよ。あのですね、エリカ岩手県生まれなんですけど、岩手生まれはカッペって言うですよ、よく。カッペです。カッペ生まれ、カッペ育ち。はい、あのですね、エリカもですね、いろんな子に山川エリカ以外になれるじゃないですか。だからですね、そういう人になれるので、今度はですね、なんかスーパーヒーローとかをやって飛びたいですね。マントとかをひらひらやって飛びたいです。正義の味方になりたいです。銀幕のスターですよ。銀幕のスターって何ですか？キラキラ輝いてることが銀幕なのかと思ったし、でも頑張りますよ。エリカ NHK さんで小夏ちゃんをやったんですよ。それ昭和24年くらいとかの話なんですけど、エリカ先生、その時代の中でもちょっと新人類の子で、ちょっと明るげな子だったんですよ。だからですね、そういうなんか時代にちょっと合わない新人類とかがですね、なんかエリカもあらーと思いましたね。素敵なことだなと思いましたよ。でも全部楽しいですけど、はい、ははっ。好きですよ。はい、よく笑ってます。関係ないところでも面白くて、あれですよ、もう箸が転んでも楽しい年頃なんですよ、きっと。
よくエリカ変わってると思いますけど、でも個人差があっていいんじゃないですか。十人十色で世の中は成り立ってるので素敵だと思いますよ。はい、エリカ中国に行きたいんですよ。中国は自転車の国じゃないですか。あの自転車王国の中でエリカもこう漕いでみたいですよ、一緒に自転車を。それをですね、写真に撮って収めたいです。日本ではですね、やっぱ岩手が一番ですよ。はい、岩手はですね、えりか、岩手の鳩と仲がいいんですよ。みんな手乗り鳩とかできるですよ、鳩の方と。だからですね、鳩と仲がいいので岩手はすごいいいところです。えりかですね、巣鴨とかに行ってみたいですね。えりか、せんべいが好きなんですよ。だからですね、お年寄りのばあちゃんが好きです。
のですね、エリガはいつも元気なんですけど、これからもですね、元気 200% ぐらいになっていく予定なので、皆さんもエリガを見てですね、元気に 300% ぐらいになってほしいです。だから皆さん頑張って、校庭を10周ぐらい走って頑張ってください。エリガも頑張ります。よろしくお願いいたします。はーい。